はい、お次は、2軒目なんですけれども、はい、こちらはですね、ハードオフ千葉フレスコ稲毛店というね、ところにちょっと来ました。近くにね、なんかちょっとね、なんかおしゃれなね、この、なんだろう、サボテンとか売ってるようなね、お店が隣接してありますけれども、こちらのね、方のお店のハードオフをね、ちょっと覗いていきたいかなと思っています。こちらはどんなものがあるか、ちょっと楽しみですけれども。ハードオフは向こうかな、向こうっぽいですね。さあカメラコーナー、お、カメラコーナーある、はい、早速こんなカメラが置いてあります。すごいな、この2個のでかい、でかいレンズありますね。156mmか、でもこんなでかいんだな。はい、これはデジタル用のレンズが置いてありますね。今日はこんなアクセサリー関係とか、上の方はこんな感じね、こっちの方は三脚とかが置いてあります。はい、こんな感じ。マンホールとはね、微動用三脚とかもありますね。カメラバッグとかこんな感じのラインナップですよね。なんだ、防湿庫かな、防湿庫がありましたね。はい、16,500円、東洋リビンのやつですね。結構綺麗そうだな、これ。ここ綺麗そうですね。ボスコ高いかな。はい。こんぐらいのやつでもね、いいかもしれないです。はい、ちょっとね、ジャンクコーナーの方ね、行ってみたいと思います。はい、ね、いっぱいありますね。はい、まずちっちゃいカメラね。ジャンクのコーナーです。お、ニコン F、 ニコン F ありましたね。はい、シャッター切れました。フォトミックだね、ニコン F のフォトミックがありますね、うん、はいはい、下の段が、下の段こんな感じですね。SRT スーパーっていうのがあるね。下の方に。モーターレンズ後で見てみようかな。ロックホール、3300円。これはニコン F 用のやつなんだよね。なんか見たことあるやつだね。これ3300円のレンズ気になるな、これ。これは6コールじゃない、2コールか。2コール。これ俺持ってるやつなのかな。いまいち見た目がすぐね、判断できないで。こんな感じかな。はい、上の段。X 長ってちょっとかっこいいな。これなんかちょっとかっこいいですね。勝つにちょっと。近くの方にもありますね。あ、アルファ7。アルファ7、ミノルタアルファ7、5500円。電源入りました。シャッター切りました。ゴムつまみ部分劣化あり。これいいな、でも。こっちのね、こっ
ちゅうのがありますね。はい、あ、またありましたね、これね。シャッター切れるのかな、シャッター切れないのか、切れるか、どうだろう。あ、残念ながら切れないね、これは。はいね、このジャンク箱の中ですね。はい、プラスチックボディ系のね、ボディがいっぱい入っていますね。この2本目なんだろうね。で、2本 F601 っていうのも入ってますよね。で、こっちにも入ってますね。この辺もいろいろと何が入ってるんだろうね。EOS1000 が入ってますね、はい、この辺のカメラはねほとんどわからないので、とりあえずね、もしかしたら掘り出し物があるのかもしれないですけども、 EOS709D っていうのがありますね。ちょっとね、わからないものはちょっとしょうがないんでスルーしますけども、はい、この辺ね、これは何だろう、エクステンションみたいな感じでね、エクステンダーっぽいやつ、はい、で、この辺は普段通りな感じかな。こっちも、うん、で、下に三脚類がね、あります、はい、あとは、ちょっとね気になるのがね、奥にあります、映ってたな、これ奥にあるね、アルファ7すごく気になりますね。電源入りました。シャッター切れました。隣部分のゴム等劣化あり。ね、値段が5500円でいってますね、はい。あとちょっとね、気になるの、これかっこいいなと思ってね。X7 っていうのと、奥に X500 っていうのがありますね。この辺かっこいいですね。はい、ね、あとレンズもね、結構気になるレンズがあるんですよね。これ多分ね、1.2 とかってあるんで、多分 F1.2 のレンズだと思うんですが、3300円。何ミリなんだろうね、ちょっとね、いろいろ手に取ってみたいんだけど、ショーケースに入っちゃってるからね、なんか開けてもらって買わないとちょっと申し訳ないなって感じがするんで、なかなかちょっと開けてもらいづらいんですけれども、こんな感じに、はい、結局またショーケースを開けてもらうことにしました。この奥のアルファ7っていうカメラをちょっと見たいなと思っているのと、あとちょっとここの下のレンズガサガサ見たいのいっぱいあるんですけど、これちょっとあの声かけるんで開けといてもらうことってできないですか。ちょっと奥の方とか全然見えなくて。申し訳ありません。こちらのカメラの方になります、ね、はいはい。これってちなみに電源入りましたって書いてあるんですけど、なんか今電源入れることってできたりしますか。そうですね、そうします。ちょっと前のカウンターの方でお願いします。じゃあちょっと後でこれ持っていくんで、一回ちょっとあのカメラこれ、でこれだけお先に、ああ、じゃあお願いします。はい、はいはい、ちょっとあとこの辺ちょっとレンズが興味深いのいっぱいあるんですけど見れなくて、ちょっと上げていただいてもいいですか。あ、すみません、ありがとうございます、はい、ね、許可いただいたんで、なんだろうこれ、これ何だ、何だろうね、これ何用だろう。キャノンって書いてあるね。キャノンの、うん、わからない。EOS5 とかにね、使えるんだったらこれを買っていくんだけどな、何用だかわかんないよね、これ。うん、あとでちょっと、ちょっと、調べてみようか。28ミリ。こういうのもね、詳しいといいんだろうけどね、全然詳しくないからな。メイドインジャパンって書いてあるけど、ディスタゴンって書いてあるね。まずマウントが何だか分かんないよね。ちゃんと開けて見せてもらえるもんなんだな。めっちゃ嬉しい。
これが何ミリだから35mm70mm AF だからニコン F とかには使えないのかな。電子設定についてるもんね。この辺はミノタオートロックオール PF F1.458mm。 あ、これなんか良さそうだね。これすごい綺麗そうだし、はい、3000円だったらいいんじゃないですかこれ。はいはい、ニコンのよいしょ、やばい、はい、ズームニコール3570のレンズですね。これもなんかニコン F とかに使えるような気がするな。なんだ、普通に使えるレンズっぽいですね。はい、この辺とかも3000円で結構いい、ごついレンズ出てきましたね。ここは70-210とか使い方良さそうだね。これね、ちょっといっぱいあるので一回下に動かさせてもらって、いやー迷っちゃうね、こんだけいっぱいあると、うん、マジ楽しい、マジ楽しすぎ、これも電子設定あるからね、 AF 使えるやつなんだろうね。いやーちょっとこの辺のレンズとかね、フィルムカメラとかめっちゃ詳しい人と一緒に来たいね。これねミノルタ 7S とかこの辺も2200円とか超良さそう。これもねちょっと気になってるんだよね。ね、はい、うん、あとこれね、これなんかレンズ付けだもんね。レンズ付けでいいっすよねこれ。プラソニーのレンズはね、これソニー何ミリだこれ。何ミリだこれ。18mmから55mm っぽいですね。これも電子設定についてるな、はい。ちょっとマニュアルの日本レンズ、もしくはキャノンの EOS 5で、いい感じで使えるレンズとかをねちょっと見たいんだけど、どれがどれだかわからない。これはこれミノルタだね。ミノルタの何ミリだ、135ミリか、135ミリですね。ミノルタのかっこいいね。1650円、うん、なんか綺麗そうですね。ここのお店いいね、いいですね、はい。なんかお宝ありますか、お宝、うん、どれもこれもお宝に見えてしまって、どれだか、これちょっと3300円、これでもな、俺持ってるのだったらな、どうしよう。ミノタ 58mm、 これどうなんだろうな、なんかね、興味深いか。この辺とかもね、自分で持ってるやつと同じだったらね、ちょっと2つ同じの買ってもしょうがないんで、でも綺麗だね。綺麗ですね、これ。フォトニック見させてもらおうかな、本当に。いや、すげえファインダー綺麗だな、これ。めっちゃ綺麗じゃん。いいね。いいっすね。ね、結構程度がいい。多分全然この辺ね、使い方よくわかんないんだけど、多分いいですよ。めっちゃ綺麗だこれ。ファインダーすげえ綺麗だな。こんなに綺麗なものだ。いいね。これがついてるのが50mm だよね。50mm の F1.4 がついてます。ね、このセットで27,500円で売ってて、うん、ね、掲載できるやつね。ちょっとね、興味があるのでこのレンズね、3300円のレンズなんだけど、これが
多分 FG1.2 って書いてあるから 1.2 のレンズなんだよね。これ何になるの。これは何ミリって見方がよくわからんな。ズームレンズ、ズームニコールって書いてある。ズームニコール O と、1対 3.5 って書いてあるから 135ミリ ってことなの。え、違う、43ミリから86ミリまでのレンズっぽいですね。うん、これちょっと買っていくかもしれない。これいいね。ちょっとこのね、ニコン F のフォトニックにちょっと付け替えさせてもらって試してみようかな。F1.2 じゃないよね、3.5 からか。3.5 から。うーん、面白い。あ、なるほどね、こうやってやってんか。こういう、こういうレンズ。あ、いいね、このズームレンズ。はいはい。いいかも。これか、このレンズ、レンズだけね、ボディ買っていかないですけど、レンズ買っていきます。はい、とりあえずね、このね、24-105mm のね、ミノルタのレンズをね、あれについてつけてみたいと思います。じゃあね、こちらの α7 のね、ちょっとレンズをつけていきたいと思います。ね、ABJ ボタン、 ABJ ボタン、これか。あ、いっぱいいる。もう全然いいじゃん。すみません、これゴムの津波のゴムレッカーリーって書いてあるのどこのことを言ってるんですか。なんかすごい綺麗なんですけど、どこの津波のことどこだとりあえずパッと見なんか見当たらないんですよね。そうですね。でも津波ってどこのこと言ってるんだろう。ちょっとよろしいですかね、すみません、はいはい、私たちは特にないので、詳しいことは分からないんですけど、ただ見た感じ結構綺麗な方だとは思いますので、ちょっと目立つ気があるぐらいだと思うので、わかりました。はい。はい、じゃあ、すみません。はい、じゃあ、レンズはこんな感じしていて、レンズ作れるのいいけどね、あんまり使わないかな。残りの2つはもう2つはね、買っていきたいと思います。ね、電池、炭酸電池こんな感じなんですね。そうですね。はい。うん、はい、はい。じゃあありがとうございます。はい、これじゃあ電池抜いてもらって。じゃあお会計の方を。はい、ということで、ね、後ろに見えます、千葉県のね、千葉市、千葉フレスポ稲毛店ね、ハードフの、千葉フレスポ稲毛店さんの方で、こちらのカメラね、
とミノルタの α7 という、ね、カメラを購入いたしました。これと似たようなもので、コニカミノルタの、ね、α7 デジタルだとか、ソニーの α7 シリーズだとかね、ソニーのカメラをね、使っている僕としては、結構ね、昔からちょっとね、欲しいな欲しいなと思ってたカメラなんですけども、今回ね、こういうハードオフ巡りでね、このカメラに出会えて、でしかもね、縦位置グリップ付きなんですよ。でかなりの備品で、結構いい感じだったんでね、さっきも試写させてもらって、まあ、フィルム入れて撮ったわけじゃないですけど、ちゃんと稼働すること分かりましたんで、掘り出し物だと思います。はい。ね、ちょっと興奮冷めやるような感じで、カミカミ気味ですけれども、こんな感じで、藤本動画ね、こういったカメラのね、動画だったりとか、まあ、ハードフ巡りだったりとかね、まあ、いろんなもん動画上げてますんで、チャンネル登録とね、ぜひしていただけるとありがたく思います。で、高評価ボタンとかね、ベルマークの通知ボタンとかをね、押していただけると、大変ありがたく思いますんで、よろしくお願いいたします。では、藤本動画でした。ではまた、バイバイ。